まず帰ってきたら飲み物を冷蔵庫から取り出します。この日はお茶だったんですけど、だいたいお茶か水が多いです。これを飲みながらとりあえずリビングで一段落って感じでテレビ見たりしています。で、横にある漫画はですね、全部お兄ちゃんのものになってます。自分の部屋に戻ってきたら、その日着ていたアウターだったり、アクセサリーだったり、ベルトだったりを全部しまいます。そしたらお風呂に持っていくものも準備して、メイク落としも一緒に持っていきます。メイクを落としたらお風呂場に行きます。ネックレスはですね、だいたいいつもこのネックレスをしているので洗面台に置いておきます。そしたら洗濯機を回していきます。半身浴を30分はいつもしてます。はい。ちなみに使ってるシャンプーはこのラックスのノンシリコンのかと思いきや、中身は保湿シャンプーと補修シャンプーかなを交互に使ってて、こっちもトリートメントは保湿トリートメントと補修トリートメントを交互に使ってます。だからね、まあそんなに変わんないんですよ。ノンシリコンは1個で900円ぐらいするんだけど、保湿とか、そう、保湿シャンプーとかはラックスのものでいい匂いはするんですけど、300円ぐらいで買えたと思います。間違ったらごめんなさい。ただボトルはこれを使ってます。で、これがね、もう本当にずっと使ってるトーニーイソフラボンの洗顔です。本当にこれはね、ニキビにもいいし、今の時期保湿もしてくれるのでかなり良きです。お母さんがこれの化粧水かなを持ってるんですけど、それも良かったので、まあ、このシリーズというかこのライン気になる方はぜひぜひ買ってみてください。そこまで高くないので、洗顔いいのないなって人ちょっとこれ試してみてください。本当に私これ使ってからこれ以外に浮気できませんお風呂から上がったらスキンケアをしていきます。このプラスエアイズを本当にずっと愛用しているんですけど、顔がね、こうキュッと引き締まった感じが出てかなり好きです。そして歯磨きをしつつコンタクトを外します。そしてもう一回リビングに戻ってメディキュットを履いていきます。前ね、足痩せの動画を出したんですけど、その方法で履いて、自分の部屋に戻ったらまずはニキビの薬を塗っていきます。最近ちょっとニキビが増えてきたので、かなり入念に塗っています。そしたらその日使っていたカバンから充電しなきゃいけないもの系だったりイヤホンだったりを取り出して、まずは友達に LINE の返信をしていきます。そしてその後、いつも使っているエリプスのオイルを髪の毛全体に塗って髪の毛を乾かしていきます。そして次の日アップする動画の編集タイムに入っていきます。
枕カバーをまだゲットできていないので、枕カバー代わりにバスタオルを敷いて、ここで洗濯物を干していなかったことに気づきます。そして干してきて、やっとお休みタイムの始まりです。こんな感じで私のナイトタイムルーティンだったんですけど、全然なんか普通だなっていう感じだと思います。モーニングルーティンもできたらしたいので、よかったらそちらも楽しみにしてください。それでは、チョコバナナでした。バイバーイ。Later on the cloud, that night where you were made.